先輩、いやしてないって、全部あげるってば、普通に何回言わせんの、全部あげるってば、日本人だよ。俺らのとこなんか食わされるよ。今日はちなみにでかいワニがおった。あ、朝起きて、いや朝起きたら俺のベッドにでかいワニがおった。意味がわからん。そう、やばくない？そうなるよ。ちなみに俺らみんなで住んだら、朝起きた横にでかい生きたワニがおるけんね。死んでないけん、生きとうワニやけん。びっくりしたし、で俺パッて目開けて、ああワニかって言って、もう一回寝た。なんだワニか、生きてるワニかって言いながら俺もう一回寝た。そしたらなんか目閉じた向こう側で社長が、うわ悔しがらんって言うの、びっくりせんって言ったけん、多分社長の差し金やけん、あのワニ。あのワニ社長の差し金やばいよ。動画なの楽しみにしとって。そのまま普通に二度寝した俺。いやどっから知れたじゃん。でも多分インドネシアとかワニめっちゃ、ちなみに3万5000円で買ったって言ってよ。やばくない？インドネシアワニ3万5000円で買えるぜ。え、でなんかみんなどうするのって言ったら、食用にするかペットにするって言った。え、ワニ買えるらしいよ、3万5000円でペットで。バリ安くない？クソ安いよな。クソ安いぞマジでワニ。そう、あとなんかでかいヘビとかいたわ。でかいヘビとでかいトカゲ。マジで安いよな、多分安い。ワニ、いや食ったけどなんかよくわからなかった。あんま臭くはなかったけど。